どうもです。最近ですね、ちょくちょくやっぱりチャンネル登録してくれる方、コメントくれる方、徐々にね、やっぱ最初の頃に比べてやっぱ増えてきて、すごい嬉しいんですよ。でね、やっぱ前もねちょっと話したけど、俺はその何て言うかな、どっちかというとその捉え方としては、チャンネル登録者で、まあそんなね堅苦しいことじゃなくて、僕的にはその友達というかね、それくらいの感覚なんですよね。その何ですかね、視聴者対、まあ、演者というか発信者っていうようなその構造っていうか、立場というか関係性というかは、僕正直そんな求めてなくて、いわゆるその従来の、まあヒカキンとかさ、もうそうじゃん、そのヒカキンっていういわゆるキッズたちのヒーローの周りにキッズが超いて もうアイドルみたいなもんじゃないですか、ヒカキンって。ね、多分まあはじめしゃちょーとかもそうだと思うんだけど、こう一人のその、まあ、発信者がいて、その周りにこうファンがこういて、アイドルみたいなこう一体その他みたいな、そういうこう関係性のチャンネルじゃなくて、俺的にはもうそういうんじゃなくてね、そのやっぱ前も数じゃなくて量じゃなくて質って言ったけど、どっちかっていうともっとこう一対一の関係性が、今だったら140個あればいいかなって思ってさ、1対140じゃなくて1対1が140個あるみたいな、そういうような状況、今だったらチャンネル登録者数140人くらいなんで、だから今140って言ったんですけども、そういうような構造の方がね、俺的にはいいかなと。でもっと言うとね、もっと言うと俺はそのコミュニティみたいなものができてくるといいかなって思ってるんですよね、将来的に。俺のチャンネルをという俺のチャンネルというコミュニティというか、だから何て言うかな、俺とそのコメントくれた方のコミュニケーションはもちろんあるんだけども、その俺のチャンネルを見てくれてる人同士のコミュニケーションとかがもっと増えてきて、なんかそのなんていうかな、持ち帰れるものがあるようなチャンネル集まりコミュニティになったら、僕はそれ最高だなっていうふうに思ってるんですよね。それこそ持ち帰れるものが何かって言ったら、例えばなんかこう学びがあるとかね、なんかこのいろんな価値観のある、いろんな考えをしっかり持ってる人たちが集まってるチャンネルであれば、なんかそこに加わることによってこう新しい何かが学べるであったり得られるっていうような、集団というか集まりというかになれればいいなと。そして僕はただその中の一人っていうような位置づけで入れたらいいなっていうふうに僕も思ってて、だからなんかもっとこう 皆さんの方も気兼ねなくね、コメントとかしてほしいんですよね。僕がもうほんとそれこそ友達感覚でいいと思ってるんですよね。僕が言ったことに対して間違ってると思ったら、いやそれ違うだろうでもいいですし、キモいでもいいですし、こいつバカだなでもいいですし、何でもいいんですけど、こうなんかこうそういうこう議論が生まれるようなことでも何でもよくて、なんかほんと友達感覚で、気兼ねなく遠慮なくこう何でも言ってくれればいいかなと。で僕は皆さんのその情報とか見れないわけですから、別にもう好き勝手言っていいと思いますね。皆さんの顔なんか分かんないし、名前だってね、そのみんなだって実名でやらなきゃいい話だし、リアルの世界で僕になんか文句言ったからって別に何もなんないんで、なんか本当に遠慮なく何か何でも言ってくれたらいいかなって
何もないよりはねそっちの方がいいかなと思うんで、アンチでも何でもいいですしかなと。で僕の目的はやっぱそこなんでね、なんか僕が言ったことに対しての跳ね返りがあるっていうことが僕にとってはこう楽しいなっていうこと、楽しいなと思うことだったり、あとは僕がこうやって変なチャンネルを立ち上げて変な動画出さなかったらこう絶対に関わりを持たなかったであろう人、まあ今も いると思うんですけど、そういう人とこうなんかつながりというかコミュニケーションであったりが生まれて、でその絶対に YouTube をやらなかったら知り合わなかった人たちからもらえるなんかこう意見とか学びっていうのがあると、僕はただそれだけがいいなと思ってるんで、うん、これからもそういう方に向けた動画というかを出していきたいなと思ってますね。ただそれだけです。うん、もっとねコメントくれればありがたいですし、僕もなんかこうコメントがもらえるような、なんかいいこう問題提起があるような内容の、ね、コンテンツを提供できるように頑張りますんで、それだけです。ではまた。